今日も始まりました松尾修造のこれ知ってます。今日のこれ知ってますはですね、この前私展示会に行ってきまして、展示会に行ってきたらいろんな面白いものが置いてあるんですね。例えばちょっと今日はそれを展示会で見た商品を紹介させていただきたいと思います。ですね、いろんな形にこう自動車型に抜いていたりとか、これなんか、なんかよく分かりません、ウサギの形かな、何かに抜いている、本とか、これなんか面白いですよ。靴の説明書なんですけど、こう靴の形に抜いていたりとか、今こんな形に抜くこともできるみたいなんですね。靴の説明書です、はい。それからですね、こんなのちょっと皆さん分かりにくいんですけど、匂いのついた印刷とかもあるそうで、これは、ヒノキを匂いが、結構しますね。ヒノキの匂いがする印刷物とかですね。これ面白かったのはあったんですけども、なんかカバンみたいにしてるんですけど、まあ、こう開けるとこう会社案内になってるんですけどね、こういうふうなカバンみたいに持ち歩けたりするように抜いてる、トランクデザインさんという会社の会社案内だったりですね。で、私が一番ちょっと興味を持ったのが、この何気ない封筒という紙なんですけど、この紙がちょっとこれもったいないんでこちらへ出しました。なんぼやっても破れない紙でして、これ見てます。これほんまですよ。これなんぼやっても破れない紙なんですけど破れないんですよ。これすごいでしょ、見てください。これもハサミで切りましたよね。ハサミで切ったらこうやったら破れますけども、ハサミで切らない限りは、なんばっかり歯でやったら破れますけど、破れない、手では簡単には破れないというこの紙、本当にこれね破れないんですよ。これ手では本当にもう疲れても破れません。これ、今日は一番言いたかったのはこの破れない紙というのがありますよということで、今日の松尾修造のこれ知ってますは展示会で、見たいろいろなものでした。破れない紙もありました。それではまた明日、さようなら。